ゴスペルレディオステーションお聞きの皆様、お元気ですか？ゴスペルフォークシンガー神山美沙です。今月も毎月第4週目にお送りしている神山美沙の君は一人じゃないのコーナーお届けします。最近ね、ライブが少しずつできるようになってきました。まあ少しずつがずっと続いていたんですが、まあそうですね、11月はまあ10月とか9月よりはちょっと多かったかなという感じで、まあそれでもやっぱオンラインがメインになってしまうんですよね。ライブハウスでこうライブを企画したりとか、まあ歌いに行ってもですね、なかなかやっぱり会場に、お客様がね、見に来てくださらない。まあくださらないって言ったらあれですけど、まあオンラインの方をやっぱ選択される方が多いかなというふうに思いますね。まあやっぱりこれがね、コロナ禍の影響なんだなって、こう音楽業界だけじゃなくて、まあこういうエンターテインメント業界はやっぱりこの集客に関してはね、きっとまだまだちょっと影響が残るのかなと、まあそういうふうに思う、今日この頃なんですが、まあそれでもね、この時期をなんか諦めずに乗り越えていきたいなって思わされます。もうこれはね、本当に分かりやすい、まあ、試練みたいなものじゃないですか。本当に分かりやすい試練なんですよ。なかなかね、元に戻らないし、まあ、元に戻ることがいいのか分からないけど、とにかく今のこの時期、なかなか思ったようになかなかまだまだいかない、まあ、そういう時期なんですけどね、本当にめげずに、本当にめげずにっていう言葉が本当にぴったりだなと思うんですけどね。つい目に見えるこのものにね、心がめげてしまったりすることってあると思うんですけどね。でもそれに惑わされずに、まあ本当に目に今見えないかもしれないけど、私たちの将来は、希望がいっぱいあるんだってことを信じて進んでいきたいと思うんです。なんでかって言ったら、私たちの人生を全てを導いてくれる神様が、私たちを愛していて、そして私たちの将来に希望をちゃんと用意してくださる方だからです。本当にね、この神様っていう見えない存在なんですが、人生を導いてくださるその方を信頼して、この時を進んでいきたいなと、改めてゴスペルフォークシンガー神山美沙は思わされている今日この頃です。で、ね、最近、まあ、やっぱりライブが減ってる中で、まあ本当にこの1年半ぐらい、新しいこととしてはね、まあ、聖書の勉強をしてるって話だと思うんですけど、まあそういう中でね、やっぱいろんなチャレンジをさせられるんですね。本当に授業を取ってなかったら絶対読まないだろうなっていう、もう難しい本とかを読むんですよ。もう頭がね、本当にフリーズしそうな感じになりながら一応読み切るんですよ。で、頭に入んなかったな、全然入んなかったなって思うんですけど、でもやっぱりね、こう読んでるっていうことは何か考えて読んでるわけですから、まあ分かんなかったような気がしても、ちょっとは何か頭の中にこうね、まあ何か残ってるなという感覚はあります。時間がかかるタイプなので、理解するまでに、まあだからね、本当にこれもめげずにいきたいと思うんですけど、まあそういう中でね、この間聖書のお話、まあ教会で聖書の話すること、説教ね、説教するっていうんですね。まあ聞くことを説教を聞くっていうんですけど、まあその説教をする、まあ、チャレンジを与えられまして、本当に短い15分以内に聖書からお話を語るっていうね、そういうチャレンジを与えられて、私ね、結構頭が固いっていうか、なんだろう、本当に時間かけてゆっくりと受け取ったものを、まあ自分の言葉で話すっていう、そういうタイプなので、分かんないことを話せないんですよね。嘘つけないっていうか、本当にそういう感じなのだけど、聖書から話すでしょ。で、私本当に分かってるのかな、聖書のこととかね。で、まずどこから話したらいいんだろうとかね、いろいろまあ悩むわけですよ。で、形式にすっごいとらわれちゃうっていうか、どうするのが一番正しいんだろうか、正解なのだろうかってね、考えちゃうんですけど、でも、まあそういう正解っていうのを求めていくと、まあ、100点を取ろうとすると、それはすごく難しいことかもしれないけど、もうちょっと柔軟に考えていこうと思ってね。それで、まあ、今自分が話したいとか、もっと知りたいと思うテーマをまず御言葉を、そういう聖書の言葉を選んでみようと思ってね。それでまず、じゃあここからにしようって言って、まあクリスチャンって地の塩、世の光ですっていう風にね、聖書に書いてあるんですよ。
まあ、その部分よく使う言葉なんだけど、もうちょっと深めたいなと思ってね。でそこをテーマにして、この説教をね、15分以内のものをね作ってみたんですよ。まあ、これはねここでは話しませんけど、でもなんかねその作りながら結局初めてね分厚い聖書の仲介書っていうのをね開いてみたりしながら、なんかものすごく勉強になりました。だしなんかやっぱり感動しました。うん、なんかやっぱり勉強するって、そしてその何かを話すためにまたこう勉強するっていうことって本当に大切なんだなって思って、ちょっと楽しかったです本当にだからね、こうチャレンジさせられると、いやー無理無理とかね逃げたくなりますよね。でも一歩踏み込んでみると、それがね結局自分のためになったり自分の世界が広がったりするんだなってことをね、この43歳神山美沙は今更実感しています。なのでね、勉強っていいなーって、頭痛くなっちゃうけど、頭カチカチになっちゃうんですけど、なんか世界が広がるなって思っている今日この頃です。皆さん何か勉強してますかね。今からでも全然遅くない。何歳からでも人は一生成長期だなって思っています。